金通る県は、朝鮮平安南道の古作農民、金田祝元の三男。金通るき備の末弟、朝鮮民主主義人民共和国国家主席、金日成のおじで、国防委員長、金正日のお子。朝鮮の平安南道大道軍で、古作農民、金田祝元の三男として生まれる。末弟であったため金日成との年齢差は、わずか7歳であり、おじというより、 兄のような存在であった。日本統治時代には、抗日独立運動をした。1927年、金日成と共に、白山青年同盟に参加した。1930年、中国吉林省で、金日成が組織したとされる、朝鮮革命軍に入隊し、抗日武装活動を活動している途中に、日本の警察に逮捕され、朝駅刑を言い渡され、 1936年1月12日、慶城府の慶城刑務所で服役中に獄死した。獄死した遺体を引き取るように実家に連絡が来たが、家族の者は害が及ぶのを恐れて誰も引き取りに行かなかったため、刑務所内の共同墓地に埋葬された。北朝鮮では、不屈の共産主義革命投資としてで高く評価されており、平壌の大城山革命列資料に、 新たに墓が造成され、銅像が建てられている。また、1977年製作の北朝鮮映画は、金東る県の独立運動がテーマになっている。ありがとうございます。